僕の経験則では肥満と犯罪の間にはあると考えております。ジャパンメンサ取得コインマジック日本一孤高の天才マジシャンポンタザスミス初の脱スピセミナー11月3日開催。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。無料で電子書籍をセルフ出版、シェアコミック。はい、こんにちは、占しけんけんです。本日もけんけん TV やっていきましょう。動画内容をまるまる信じないように注意してください。本日の話題は詐欺をしているデブが捕まったという話題でございます。あれ、どこかで聞き覚えがないですか？そうですね、当たり前ですが、詐欺しているクソデブ、もしくはブクブク太っている詐欺師は逮捕されて当然でしょう。このニュースは本当にたくさんのマカロンをいただきました。皆様が期待している内容のマカロンもありますので、先にまずたくさん読んでいきましょう。通天閣近くの民泊で男1人と女4人で共同生活をしていた詐欺師グループが逮捕されました。ハーレムかと報道されていましたが、メンバーがヤバすぎて地獄のハーレムです。主犯の長野直樹容疑者47歳は大雪リバーネットの岡田英語に激似です。なんでこんな男にお金を渡してしまったんでしょうか。次、相手に払う賠償金が足りない、交通事故を装った現金詐取疑いで男女5人を逮捕。5人は大阪市浪速区の民泊施設の一室で同居、部屋からは他人名義のキャッシュカードが見つかった。住居不定無職の長野直樹容疑者47歳の面相や肥満度がすごすぎてドン引きしました。ケンケン先生、ご確認&感想を一言お願いします。次、交通事故を装い現金を騙し取り詐欺の疑いで逮捕された住居不定無職の長野直樹容疑者47歳の感想は5お願いします。最近私がウォッチしているとある夫婦 YouTuber に外見やお金をせびるところ、夫婦ともに清潔感のない格好がなんだか似てるような気がします。よろしくお願いします。次、共同生活をしていた男女5人が詐欺の疑いで逮捕され、20代の女性から約210万円を騙し取った疑いが持たれている長野直樹容疑者と恵美容疑者42歳夫婦、石井かな子容疑者42歳、住野彩子容疑者43歳、小島愛子容疑者40歳がヤバいです。全員インパクトありすぎるので、ぜひ動画でご覧いただきたいです。ケンケン TV で最近取り上げられている方にも似ています。次、長野直樹容疑者47歳は女性からおよそ210万円を騙し取った疑いで16日に逮捕されました。警察によると17日午後、長野容疑者が大阪府片野警察署の留置場で仰向けで倒れているのが見つかり、病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。長野容疑者には持病があったということですが、詳しい死因は分かっていません。持病があったとしても都合よく死にますかね、笑い。次、詐欺事件で捕まった長野直樹容疑者が翌日亡くなったとのことです。画面から見た顔が見たこともない表情というか、生きている人とは思えないというか、瀕死のハリセンボンみたいというか、ものすごい違和感のあるビジュアルでちょっと怖いという印象を受けました。謎の同居生活をしていたようですし、謎でしかありません。こういう種類の顔の人って他にいるものなのでしょうか。次、ケンケン先生、数日前大阪で詐欺を働いていた男性1人と女性4人グループについてマカロンをしましたが、この男性が亡くなりました。看守さんが留置所で亡くなっているのを見つけたそうです。見た目があまりにも不摂生な感じだったのですが、ケンケン先生が見たら思想とか読み取れたのでしょうか。読み取ったとしてもケンケン先生はきっと指摘しなかったと思いますが。次、ダブルベッド2台とソファーベッド1台の 9.5 畳の部屋で共同生活をしていた男1人と4人の女が弁護士などを装い金騙し取った事件が起こりました。このうち男性の長野直樹容疑者は逮捕された翌日、警察署の留置場で倒れ亡くなったそうです。逮捕された全員非常に個性的な外見でしたが、感想学のプロのケンケン先生からするとどのような印象を受けるでしょうか。次、先日詐欺罪で逮捕された男性1名と女性4名、ハーレムと名付けられていましたが、それとは程遠い面々でしたが、男性がその翌日に死亡しましたよね。見た目からして体に不調がありそうですし、不潔でした。女性たちも似た者の集まりでしたね。この件もどんな形でも良いので題材に取り上げてもらえませんか。最後もう一通、ケンケン先生おはようございます。先日詐欺事件で捕まった長野直樹容疑者が綾崎そっくりでした。やっぱり詐欺しているデブって似てくるんでしょうか。はい、10名様また同じ内容のマカロンを投稿してくださいまして、皆様ありがとうございます。詐欺しているデブが捕まって、てっきりやつかと思いましたが違いましたね。まあそもそも面相どうこう関係なく、なんで太るのかを考えたら似通ってくるのがわかりますよ。後で説明しましょう。まずこちらもニュースから読んでいきますので、今日も最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、詐欺デブが逮捕。項目2、奇妙な暮らし。項目3、類似な奴ら。項目4、デブと詐欺。項目5、長野直樹を感想枠で見るの5項目でいきましょう。よろしくお願いします。
ではまず項目1、詐欺デブが逮捕です。僕もマカロンをいただいただけで、この事件について何も知らないので、まずニュースを見ていきましょう。FNN プライムオンライン様の記事を引用させていただきます。男1人と女4人、奇妙な共同生活、詐欺容疑で逮捕翌日に、男が短時間で急死か、高度の肥満など確認というタイトルでございます。共同生活を送ります5人組の男女が女性から現金を騙し取った疑いで逮捕されておりました事件で、留置場で死亡した男は短時間で急死したと見られていることが分かりました。長野直樹容疑者47歳と妻の恵美容疑者42歳ら5人は交通事故の賠償金と称して女性からおよそ210万円を騙し取った疑いで16日に逮捕されました。翌日の17日、長野容疑者は大阪府片野警察署の留置場で倒れているのが見つかり、その後死亡しました。警察によりますと、18日、犯罪捜査以外で死因の調査が必要な場合に行われる調査法解剖が行われましたものの、直接の死因はまだ分かっておらず、調査が続けられています。医師の所見では、体調に異変が起きてから死亡までは短時間で、急死だったとみられています。他にも高度の肥満や急死した際にできることが多い粘膜の出血による斑点が多数確認されたということです。一方、捜査関係者への取材で、長野容疑者が女らに犯行を指示していたという趣旨の供述をしていたことが分かっていまして、警察は長野容疑者が指示役だったとみて捜査を継続しています。逮捕の後にすぐに急死したみたいです。SNS には、罪を償わずにあの世に逃げれてよかったなと書き込みがありましたが、まさにその通りでしょう。それでは次の項目です。詐欺込む。項目2、奇妙な暮らしです。確かに全項目で、5人組の男女というのが引っかかりました。ニュース記事の取得元でもこのようなサムネイルが作られていました。完全にバカにしきってますね。とにかくこちらも読んでいきましょう。男1人と4人の女、ダブルベッド2台とソファーベッドの部屋で謎の共同生活、5人で弁護士など装い金騙し取ったかというタイトルでございます。民泊で共同生活をしている5人組の男女が知人から現金を騙し取った疑いで逮捕されました。取材からは5人組の奇妙な暮らしぶりが見えてきました。16日詐欺の疑いで逮捕されました1人の男と4人の女、住所不定無職の長野直樹容疑者47歳ら5人は一昨年10月から11月にかけまして、大阪府に住む20代の女性からおよそ210万円を騙し取った疑いが持たれています。警察によりますと、長野容疑者らは知人の20代女性をこう言って呼び出したといいます。石井加奈子容疑者42歳が交通事故を起こして相手に支払う賠償金が足りない、2ヶ月ほどで返すので80万円を貸してほしいと語り、女性が現れますと5人はそれぞれ弁護士や事故の関係者などを装いまして6回にわたって金を騙し取ったとみられています。5人のうち長野直樹容疑者と長野恵美容疑者は夫婦ですが、残る3人は妻恵美容疑者と中学の同級生などだったということですが、5人はある場所で生活を共にしていました。長野容疑者が犯行拠点として使っていたのがこちらの民泊です。近くには大阪のシンボル通天閣があり、外国人が多く訪れる地域です。と記者はレポートしています。5人が共同生活をしていたのはダブルベッド2台にソファーベッドは1台備え付けられています。9.5 畳の部屋、およそ5ヶ月間にわたってここで寝食を共にしていたと見られています。なぜ5人は民泊で共同生活をしていたんでしょうか。5人の関係性を教えてください。なんで5人で暮らしていたんでしょうと記者の問いかけには長野直樹容疑者は応じませんでした。妻の恵美容疑者は容疑を否認していますが、残りの4人は間違いありませんなどと概ね容疑を認めています。警察は余罪が複数あるとみて捜査しています。はい、という気持ち悪い集団でした。それでは次の項目です。項目3、類似な奴らです。今回マカロンや僕の問い合わせにはこの事件の犯人によく似ているという人間が書かれていました。順に見ていきましょう。まず1人目は岡田英吾です。岡田英吾とは大雪リバーネットという北海道旭川にありました特定非営利団体法人の代表です。2005年平成17年に岡田英吾が北海道から認証を受け設立し、石狩川上流地域での環境保全や自治体のレスキュー隊に救助訓練を指導するなどの活動をしていました。2011年4月に旭川市へ監督権限が移譲されています。後にずさんな運営問題が明らかになりまして、2013年5月15日に東京地方裁判所より破産手続き開始決定を受けました。負債総額は約5億6000万円でした。2014年2月4日には代表の岡田英吾が業務上横領容疑で逮捕、懲役6年の実刑判決を受け、2017年平成29年に確定しております。当チャンネルの動画でもしっかり悪人関数額でやらせていただきました。岡田は自分の私利私欲を満たすために拘禁中をしておりました。続きましては綾崎チャンネルの男です。
こちらはスピ系 YouTuber で嘘つきの代表格と言われています。僕もジョビンさんとのコラボで検証しましたが、パンチを打ったら竜巻が出る、指からビームが出て岩を溶かす、垂直ジャンプで20メートル飛ぶ、ハンドボールを投げたら100メートルを記録した、鬼を膝蹴りでやっつけた、など嘘のオンパレードです。そしてきっちりお守りをインチキの効能を歌って販売しておりました。3人目は江原ジョジョ園有限定で特上肉売り切れで女性店員にブチギレひろゆきさんでございます。この男も言ってることが全てギャグのレベルです。嘘っぱちで永遠に商売しておりますが、情弱は未だに騙されているので笑えますね。まあ他にも似たようなのがいるかもしれませんが、この人物らが今回の事件と一緒に名前が寄せられていました。果たして相関性はあるんでしょうか。きっちりと解説していきましょう。それでは次の項目です。詐欺込む項目4、デブと詐欺です。肥満と犯罪行為との関係については、実は多くの要素が絡んでいます。しかし特に詐欺事件などの経済犯罪との直接的な因果関係を証明することは難しいですが、デブと犯罪行為の関連を議論する際に考えられているいくつかの心理的、社会的、環境的な要素があります。これらの要素は直接的な因果関係を示すわけではなく、複雑に絡み合った背景を示しています。その相関性について、最初は一般的なものを具体的かつ詳細に説明していきます。1、肥満と心理的要因です。肥満は心理的ストレスや自己肯定感の低下と関係することが多いとされています。肥満の人はしばしば社会からの偏見にさらされ、自分は価値がないという思考に陥りやすく、これが犯罪行為を選択する一因となる可能性があります。まず低い自己肯定感です。自己肯定感が低下することで社会的成功への意欲が失われまして、短絡的な手段で利益を得ようとするケースがあります。詐欺は社会的な評価を得るための簡単な方法として見なされることがあるため、誘惑されやすいと考えられます。そしてストレスからの逃避行動です。デブは身体的健康だけでなくメンタルヘルスにも悪影響を及ぼしています。慢性的なストレス状態が続きますと自己制御力が低下し、道徳的な判断力を失いやすくなるため、犯罪に走る可能性が高まることがあります。続きまして2、社会的要因と肥満者の排除です。現代社会では美容や健康が重視され、肥満の人は社会的な差別や排除を経験しやすい傾向があります。このような社会的孤立感が犯罪行為につながることも考えられます。一つは経済的な機会の減少です。肥満者は就職や昇進において不利な立場に置かれることが多いため、安定した収入を得ることが難しい場合があります。この結果、詐欺などの不正な手段で金銭を得ようとすることが考えられます。もう一つが差別による社会的孤立でございます。社会から偏見が強まりますと、肥満者は周囲の関係を構築するのが難しくなり、孤立感に苛まれることがあります。この孤立感が人間関係を通じた犯罪行為、犯罪グループへの参加などに傾くリスクを高めると考えられています。続きまして、3、肥満と短絡的な思考の関連です。肥満が自分に甘いや怠惰であるというイメージを伴うことは確かですが、実際にそうしたステレオタイプは正確ではありません。しかし肥満者が自己管理に悩むケースが多いのは事実であり、この自己管理能力の低下が短絡的な思考や犯罪行為に関連する可能性があります。それがインスタントグラティフィケーション、即時満足への依存です。自己管理が難しい人は長期的な計画を立てて努力するよりも即時に得られます。報酬を求める傾向があります。詐欺はこのような短期間で楽に利益を得たいという心理に訴えかける側面があり、誘惑に負けるリスクが高くなると考えられます。次、4、詐欺師に見られる共通の特性です。特性も話しましょう。詐欺師の多くはターゲットを欺くために巧妙な話術や心理操作の技術を持ちます。肥満の人がこれらのスキルを有しているわけではありませんが、肥満と心理的問題の関連から他者を利用してでも自分の不安を解消しようとするケースが見受けられることがあります。共感の欠如と自己中心的思考です。心理学的に見ますと、詐欺師は他人を操ることで快感を得る傾向があり、自分の利益のために他者を犠牲にすることをためらいません。肥満に伴う社会的なストレスや自己中心的な思考がこうした犯罪に通じることも考えられます。最後に5、肥満と経済犯罪への関与です。肥満と暴力犯罪の関係については研究が進んでいますが、詐欺のような経済犯罪との関連は明確ではありません。一般的に経済犯罪は知的な計画と周到な準備が必要とされるため、肥満による短絡的思考が直接的な要因になることは少ないとされています。貧困や不平等な社会環境は犯罪のリスクを高めることが知られています。肥満者の中には経済的に困難な状況にある人が多いため、その環境が犯罪行為の引き金となる可能性も考えられます。今回のデブたちもとても裕福な感じには見えませんでしたよね。
これが今現在デブと犯罪に関する考え方なのですが、確かに全ての太っちょがそうでないことはわかります。しかしながら全項目で名前が出たような顔も醜悪な肥満の人間欄に関してましては、僕は相関性があると思っています。あくまでも僕の経験則では、肥満と犯罪の間には明確な因果関係があると考えております。クソデブたちは自己管理の欠如を象徴し、生活習慣の乱れがそのまま倫理観の低下につながっていると推測できます。太っている人は自制心が弱く、欲望をコントロールする力が不足しているため、目先の利益に飛びつきやすいのです。詐欺は手っ取り早く金銭を得る手段であり、努力を惜しむ怠惰な人間にとって理想的な選択肢となります。また肥満者は社会的な評価の低さから劣等感を抱きやすく、それを補うために他者を欺くことに快感を覚えることがあります。さらに肥満者は孤立しがちなため、犯罪グループに引き寄せられる可能性も高まります。こうした心理的社会的要因が複合的に働き、肥満者が詐欺などの犯罪に手を染めやすくなるのです。犯罪と肥満の関連性を見逃さず、社会全体で自己管理と倫理観の向上を促すことが犯罪予防のためには不可欠です。それでは最後の項目です。詐欺込む項目5、長野直樹を感想枠で見るです。まあ見る必要もない顔なんですが、一応リクエストが来たので簡単に見ておきましょう。では感想枠に移る前に注意点だけ先にさらっと話しておきますね。僕は長野直樹に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それより普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想枠と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また画面に映っている1枚のみではなく、ネットに落ちている画像動画を数多く見てきています。では僕はワイプに移動します。はい、こちら行きましょう。いやーひどいですね。まあ顔型も本来は電磁面かもしれませんが、不摂生が見える二重顎やたるみ、そして顔の色ですら大きくマイナス。やっぱり素人でもわかる健康面ですね。それは翌日に亡くなってますからね。額は見えないのでパス。眉と頭部を一気に見ますと、欲の塊、性欲や食欲、物欲なんかは当たり前でしょう。目もかぶさって大きく競争。陰道の門と三高の門もめちゃくちゃマイナス。鼻も強欲さと散財さでマイナス。口はだらしなさを表していますから、これぞ誰が見ても一瞬でわかる面相ではないでしょうか。感想誌が見る必要もありませんが、こういう一目見てダメなのわからない人がいてるから、某夫婦の YouTube チャンネルが20万人もチャンネル登録いってるんでしょう。ああいうのや今回の見破っていない人は恐ろしいほど監視機関がありませんから、今後気をつけていってください。そういう人の判断は全て間違っていますので、自分がこれだと思ったのと全部逆を選択した方がまだいいでしょう。はい、ということで今日は詐欺デブ逮捕、そして死亡をお伝えしました。本日もありがとうございました。ジャパンメンサ取得、コインマジック日本一、孤高の天才マジシャン、ポンタザスミス、初の脱スピセミナー、11月3日開催。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。詐欺被害者を減らし、詐欺をやっている人間を共有する詐欺師撲滅サイト詐欺コムを立ち上げました。詐欺コムでは詐欺師の情報を随時募集しておりますので、どうぞ投稿フォームより通報の協力をお願いいたします。最新の詐欺師の情報を共有して、新たな被害者を生まないような仕組みを作っていきましょう。また詐欺コムでは詐欺に引っかからないようにするトラストリテラシーを上げるためのセミナーの開催や、デバンカーやマジシャンによりますレクチャーノートも販売していますので、いつも騙されてしまうまだ防御力が低い方は一度サイトを覗いてみてください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。